BS11 ベストセラー Book TV。 さあ今週はですね、イラストレーターの中村祐介さんをお迎えしてお送りしております。はい、あの2005年以降中村さんの、はいはい、書かれたその書籍のね、うん、想定もやられてらっしゃるんですが、はい、ちょっとここであの今の想定事情を説明しますと、はい、参考しいもんね、あの最近はですね、うん、本当に想定も様々でして、はい、例えば今こうやって挙げた人間失格という本でも、AKB48 の方がなぜか表紙であったり、あとまあ人気漫画家ですね、これは小松さんですけれども、はい、こういう漫画家の絵があったり、あとこのビビッドなね、ピンクな、こういった、ね、カラフルな、想定もあったりというふうに、いかにね書店さんに平積みしてもらうために、いかに読者に注目してもらうためにというところが今の想定会のね、本当に激戦という、昔に以上にねこだわりが深いジャンルなんですよね、なってきましたよね、特にね、はい、でも中村さんとかも今鈴木想定かなりやられてらっしゃいますけど、あ、そうですよね、中村さんといえばね、はい、どうですか想定の仕事って。そうですね、想定の仕事はあの、基本的には中心には CD ジャケット制作っていうのがあるんですけど、想定の仕事でちょっと違うのは、はい、ですね、あの CD の、 その音楽の歌詞っていうのは文章になってなくて、割とニュアンスで伝えてくるものが多いんですけど、あ、そうですよね。はい。あの書籍、その小説とかっていうのは、あのきちんともう設定あって登場人物がいて、ね、はい、きちんとオチがあるので、まあ、それをそのまずこだわりとしては、あの手に取らせるっていうのはまず第一なんですね。はい、まあ、それは CD ジャケットも変わらないんですけど、で CD ジャケットと違うのは、そうですね、中身のその作品を、1秒で分かるように説明するっていうのですね。 CD ジャケットの場合はもっとなんていうんですかね、想像力が湧くっていう方に近くて、本は説明するっていう感じですかね、はい、情報としての役割も果たさなきゃいけないっていう。そうですね、面白いんですよね。例えば、ね、赤川次郎さんのセーラー服と感じる、花札のね、江戸川乱歩さんの、はい、石田さんの作品、石田さんのこれ、そうね、可愛いんだよね、この人大変じゃないですか。いやそうですね、でもこの赤川次郎さん の、あのセーラー服と機関銃は今までいろんな方が表紙を書かれてきたやつ で、それでこれはベストセレクションとして一番最新で出てる分なんですけど、それでそのセーラー服と機関銃を読んで、まあ映画もいろいろ見たりして、それであのヤクザの、あの娘になるっていう、組長ですよね、でそういう暴力的なピストルであったりとか暴力であったりとか、その、極道の世界っていうのをいかに書かずして新しいセーラー服と機関銃のイメージが出せるかっていうのをずっと考えていて、それでどうやったらできるのかなと思っていたら、ちょうど花札、はい、そうですね、本当そのイメージですよね、はい、花札を書いたら美しくなおかつ、まあ、ちょっとそれを匂わせることができる、ちょっと極道的な感じですね、はい、だからその拳銃も先っぽまで書かずに、書いてっていう、本当ですね、なるほどね、であのこう絵を見てるとね、中村さんの絵を見てると、あの実はとってもこうあのエロチックな感じが、はいはい、よく見るとするじゃないですか、はい、その辺をこうなんか中村ワールドの根底にもしかしたら、はい、あのエロスみたいなものが流れてるのかななんて思うんですよね、それね、僕はあのよく言われるんですね、はい、それでそんなこと全然思ってみませんでしたってことではなくて僕はあのやらしいことばっかり考えてるんですよ、実はとかじゃなくて、僕は 100% やらしいつもりで書いてるのに、みんな結構やらしくないというか、そうなんですよ、パッとフィルターにかかりにくいというか、もうちょっと僕多分繊細ないやらしさを10万に生きてるんだと思うんです。だってあのまつげの感じとかが本当にあのカールしてるのがすごく色っぽかったり、ほくろが色っぽかったりって、本当に女の立場から見るとすごくあの色っぽいって感じるのに近いんだと思うんです。色っぽいって艶の方が多いですよ。さっきでもあれじゃない、自分私と同じほくろだとか言って、そうだ、これ私だっていうふうに言って喜んでるの、ほくろでいやらしさを表現するってのはでも確かに、はい、細かいですね、はい、そのいやらし
さというか、まあ、そのエロスの部分っていうのはずっと考えていて、うん、そのタイトルのブルーも、うん、あの青春だけじゃなくて、うん、エロスも含まれているっていう意味を込めて、うん、でもエロスっていうタイトルだったら、まあ、ダメなので、まあ、直接的な、ね、はい、だからまあブルーにしてピンク色にしたんですけれども、うん、まあ、ずっとそれは考えていて、うん、まあ、他のイラストレーターの方上手い人たくさんいるんですけれども、はい、それで竹久夢二さん、さっき言った、はい、竹久夢二さんが僕は本当一番大好きで、どこが大好きかっていうと、こんなこと言ったら竹久夢二さんのファンにすごい怒られるかもしれないんですけど、竹久夢二さんって決して絵が上手な方ではないんです、僕が見て、はい、それでそんなにもうすごいテクニックで描いてるわけではないんですけれども、うん、すごく女性が色っぽいっていう、だからそうですよね、なんか、うん、僕もその自分で絵は割と上手い方だとは思ってるんですけれども、うん、竹久夢二展に行って、それで掛け軸に等身大の女性が描かれていたんですね、うんうんうん、それを見た時にゾッとしてしまって、ああなるほど、やっぱそういうのがあるんだ、はい、なんかやっぱりこうエロスっていうものはこう生きるっていうことと直接結びついているので、やっぱり僕いつも絵を描くときは目から描いていくんですけれども、目の力を入れるというか、はい、魂込めてますよね。そうですね、これなんかでも本当に比較的、ね、これは分かりやすいですね、分かりやすいですよね、はい、いやもうちょっと最後になるんですが、はい、今後のご予定などを、はい、今後の予定ですか、ですね、これは放送日26日今日土曜日ですね、はい、この後に47都道府県全国の書店をこの本を持って回ろうと、うん、そうなんだ、はい、すごい、その頃には増刷がちゃんとできてね、はい、きっとね、なんかこう今品薄だもんね、イラストレーターとしてではなくて、うん、まあ、表現者として、うん、きちんと最近のビッグヒットみたいな呼ばれるものを作ろうというのはずっと考えていて、はい、だからイラスト集にしてはこれ今好評なようですごい嬉しいんですけれども、まあ、それは画集にしてはの部数なので、あくまで、はい、CD には勝ってないですし、うん、小説売れてる小説にも勝ってないですし、うん、漫画にも勝っていないので、まあ、47都道府県回ることぐらいしないとやっぱりイラストが他の勝てることはないので、はい、それを一生懸命するのと、来年の春には自分 そのセールズというバンドも CD を出すので、はい、ちょっとそれ2つ頑張ってみようかなと思っております。はい、わかりました。ぜひ、ね、ぜひ手に取ってご覧になってください、はい、本当に日本ですからね、はい、中村さんありがとうございました。ありがとうございました。中村ゆうすけさんのブルーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。